皆さんこんにちは、岩城です。今回もルームツアー付き横浜市港北区の日吉駅まで徒歩11分の新築デザイナーズアパートのご紹介です。固定階段が素敵な、ロフトが魅力的なですね、ハーミットクラブハウスシリーズのご紹介。それでは早速ルームツアーを見ていきましょう。中を開けると白色を基調とした室内のとなっていますね。こちらはシューズボックスですか。たくさんの靴が入りそうです。上から下へと見ていきます。キッチンの下の部分です。一人暮らしには十分そうですね。そしてこのキッチンですが、 IH は2口コンロ、十分な広さがあって一人暮らしにも困らないようなキッチンです。皆さん見てください。このドアなんですけれども、ハーミットクラブハウスをシリーズを内見した方ならわかるんですが、青色であったり黄色であったり、もう特徴的なですね、色をしている可愛らしい扉です。そしてこれは、お部屋の中にあるですね、例えば室内干しにも使えるし、といったところでしょうか。床のこの雰囲気の素敵ですよね。そして見てください、これ階段、固定階段式ロフトなんですよね。このロフトはまずですね、収納にもなるんです。ロフトが収納、これは考えた人画期的だなっていうふうに思いますね。そして何よりもですね、危なくないんですよね。なんかロフトって登るときになんかちょっとぐらつくとかなんか不安になりますけど、ロフトの部分です、いいですね。そうなんです。これはちょっと怖いですよね。怖いんですけど階段なので怖くないんですよね。でも素敵ですね。なんか広く感じられて開放感があって素敵です。窓からの採光も良さそうですね。はい、壁にもこうやってかけられるというところでしょうか。ホワイトボードを使って初期費用のご説明を行います。ハーミットクラブハウス日吉5 B 棟の初期費用の説明をします。まずお得にしているのはこちらです。フリーレントは1ヶ月管理会社さんの方でついています。つまり見積書です。このバッテンのところはこの物件にはこういった項目はかかりませんというところになります。7月1日契約開始であればフリーレント一部値引き、値引き中介手数料値引き、値引き合計15万5000円、初期費用は8万円でご紹介させていただきます。はい、洗濯機置き場から水回りはスタートしています。先ほどのシューズボックスの横ですね。でこちら水回りの入り口です。お風呂もですね、浴槽もあり十分な広さというふうになっています。はい、いいですね。そしてトイレですかね。トイレの上に物置もあり、はい、良いですね。で皆さんお好きな独立洗面台です。いいですよね。独立洗面台あるのとないのではやっぱり全然違うんで、皆さんがよく独立洗面台をご希望される理由がわかります。はい、ハミトクラブハウスシリーズの紹介でした。皆さん次回のルームツアー付き紹介動画も、お楽しみにお待ちくださいませ。